皆さんこんにちは、原田武国際戦略情報研究所の YouTube のチャンネルです。私リサーチャーの倉持と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、今週の大きな出来事として、アメリカの株ですね、ダウ平均株価がですね、大きく値下がりしたということが大きく報道されていますので、こうした動きについて今日は注目していきたいと思っております。高評価ボタンの方を押していただきたいと思います。それからチャンネル登録の方もして、いただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。今日のテーマですけれども、ニューヨークダウの終値がですね、非常に大きく下落したということが報じられていまして、この9月13日にニューヨーク株式市場ではダウ平均株価の終値が前日 1276.37 ドル安の31,104.97ドルということだったということで、この大きな値下がりは貿易業日売りで、この大きな値下がり幅というのは今年最大だったということです。これはですね、原因として一つ言われて、一般的に言われているのがですね、この9月に13日に発表されたアメリカの8月の消費者物価指数というのがありまして、これが、市場の予想を大きく上回ったということで、インフレであるということが懸念されてですね、この FRB による大幅な利上げが続くという見方が強まりました。で、これ、急速な金融引き締めによって、景気が減速するという懸念が生じたというのはですね、これが大方の報道のされ方ですね。これがどうなのかということですね、またちょっと後半に説明したいと思います。では、さてですね、このニューヨークダウのですね、下落が日本の株へどのような影響をもたらすのかということを少し考えたいですね。日経平均はですね、このところアメリカはじめですね、各国の物価高騰がですね、今後収まるという見方もされてですね、堅調に値動きしています。13日までの1週間では約1000円ほど上がっていたということなんですけれども、このアメリカの値動きからですね、景気の先行き不安がですね、一気に拡大したという形となっています。他方ですね、この日本のですね、今の状況を見るとですね、賃金上昇は鈍くてですね、サービス物価は低迷しているという、こういう状況ですね。持続的に、賃金の上昇とかですね、見込めないという、こういう日本のこういう事情がある中で、日銀がですね、金融、引き締めをですね、急ぐとか、こういうことはなさそうであるという状況がありまして、それがまた、言われているように、この日米の金利差が、当分は縮まらないだろうということが考えられています。で、このそれによってですね、この円安というかですね、加速しているわけなんですけども、この近年はですね、円安になったとしてもですね、この収益の構造とかですね、いろんな企業の立地などを見ますとですね、企業の収益を押し上げるという効果ですね、かつてほどないということが今言われていますので、今後の先行きがですね、懸念されるという状態に今なっています。さて、じゃあこうしたマーケットがですね、揺れ動いている中ですね、世界はどう動くのかということをですね、考えていかなければならないということなんですけども、ウクライナ戦争がですね、今続いてきた中で、解決への道がですね、模索されているという動きも徐々に見られている状況です。これはですね、例えばこのドイツのショルツ首相とですね、ロシアのプーチン大統領がですね、13日電話協議を行ったということが言われてまして、ね、このドイツの政府によりますと、このショルツ首相はプーチン大統領に対して、停戦とロシア軍の完全な撤退を前提として、早期の外交解決の道を探るように求めたと言われています。こうした、停戦に向けた動きがですね、どうなるのかってですね。で、この先の世界は、また、大きく変わるんじゃないかという点でですね、こうした一つの兆しというものが今注目されるべきではないかというふうに考えています。こういう段階においてですね、日米のマーケットの動きはですね、連動して、動いてきているというように見えますけれども、その原因がですね、アメリカの、この消費者物価指数の発表にあったということを先ほどお伝えしたんですけれども、やはりそれだけの理由なのかということをですね、もう少し考えていかなければならないので。例えばですね、平均基準場合ですね、株価、このマーケット定量分析なども行っているんですけれども、この日米比較を行うと、
この次の展開においてはですね、必ずしも日米のマーケットがですね、動きがこう連動して一致して動くわけではないという見方もしています。で、こうした動きを踏まえてですね、次なる世界はどう動くのか、非常に注目されることなんですけども、これに関してはですね、9月14日の平均休場を代表に日刊音声レポートで、詳しくこのあたりをお伝えしていますので、ぜひこちらの方もお聞きいただければと思っております。この概要欄の方から詳細をご覧いただけますので、ぜひ、ということでですね、今日はこうしたマーケットの動きについてお伝えしてきました。また次回もこうしたホットな話題をお伝えしたいと思っておりますので、またぜひご覧いただきたいと思っております。はい、今日は最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回お目にかかりたいと思っております。では、今週はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。